ですね、この長年、もう2年間ぐらい経つんですかね、制作が始まってから一緒にグラフィティ・グラフィティという作品を、ここまで、みんなで育て上げたメンバーになります。では早速自己紹介の方お願いします。はい、主人公のゆずを演じました渡辺里香子と申します。本日はご来場本当にありがとうございます。はい、ゴンゾー商店ベストオブ中東半端男のやらせていただきました萩原正道です。今日は本当にありがとうございます。ゴンゾーファンの方がいらっしゃってるよ。ありがとうございます。はい、コタロー役演じさせていただきました住田武と申します。本日はよろしくお願いいたします。友達の花を演じました村上舞です。今日は本当にありがとうございます。はい、先ほど言ったようにこちらのメンバーは、本日の舞台挨拶をもって最終日という形になりまして、明日は自分とそのシロさんというまさにグラフィティを担当してくださったアーティストの方の対談になりますので、本日が最終日なんですが、ですね、せっかく今日こういう場を設けていただいているので、そうですね、もうこんないい環境でこの我々の作品を上映していただくなんてことはもうかなりレアというかすごい体験だと思うんですけど、振り返ってみてどのような思いがあったかっていうのを、そうですね、村上さんの方からこういう順番で語っていただければと思います。ぜひぜひ思いの丈をお願いします。はい、そうですね、上映が6日目ですか。今日は6日目です。はい、その登壇がない日はその客席に座って見てたり、登壇する日もというか本当今日もなんですけど、その袖から私もこんな大きいスクリーンでグラグラ見たいと思って、毎回見てました。はい、なんかそれでやっぱこれだけ大きいと何回も見てるのに、郷さんこんなところまでこだわってたんだっていうところがいっぱいあって、皆さん知ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、音楽とかも、はい、そうですね、あれですよね、主題歌は別の方が担当してくださってるんですけど、全部そうですね、音楽はあとはちょっとね楽しみながら作ってました。そう、郷さんが作ってるんですよ。はい、なんかその0から1を作ることって簡単じゃないじゃないですか。でもそのクリエイティブする楽しさを作品から郷さんに教えてもらったなと改めて見てました。なんか私がお芝居で悩んでた時期にすごくお世話になった人に、なんで映画やってるのって、好きやからやろうって言われて、なんか本当にそれが全てなんだなってこの6日間グラグラを見て改めて感じた日々でした。本当にありがとうございました。はい、今日6日目ということで、毎日ね連日お客様いらしていただいて本当ありがたいことだなと思ってるんですけどもね、毎日ねその、監督の方からもいろいろそのアナウンスさせていただいてるんですけど、そのチケットのことだったりとかちょっといろいろ状況的にその僕たちとしてもなかなかこの一筋縄ではいかない上映の期間になってしまったんですけども、そんな中でもちろん僕がこうやって登壇させていただいている日はもちろんこうやってね目の前でお客様の姿拝見させていただけて胸いっぱいなのは もちろん言うまでもないことなんですけども、その僕が登壇していない日だったりとか、この登壇した後だったりとかも、その多分我々がねそのなんか結構その難しい状況でやってるっていうのは多分言ってるっていうのもですけど、多分皆さん感じ取ってくださってるようで、その SNS だったりとかっていうところの本当今冒頭で監督も言ってたんですけど、口コミっていうのが本当に毎日絶え間なくこのグラフィティのことを皆さんつぶやいたりだとか投稿してくださってて、本当にその皆さん その力でこの毎日6日間今日まで上位続けてこれだなっていうのを、この目の前の光景もそうですし、自分のスマートフォンで Twitter だったりとか Instagram だったりとかチェックする中で本当に毎日常に皆さんの存在を感じれる6日間だったなと思いました。そんなところです。
きもなんか冒頭でちょっと冗談交じってよく言ってるローソンチケットの間をかいくぐってっていうギャグがあったんですけど、さすがに6日目になると鮮度が落ちてきたんでそれ言わなかったんですけど、本当にそんな厳しいな、難しいですよね、あれ本当に。でもなんかもうここまで来ると皆様が本当にその攻略法をそれぞれが編み出してくださってSNS でどんどん広げてくれてるんですよね。我々が把握してないレベルの短縮コースをなんか見出してくれてて、そこも含めて本当にありがたいなと思ったりすることが多かったです、この上映。じゃあ萩原さん続いてお願いします。この順番になったのは実は自分が喋りすぎるっていうことで、まあそれもあります。ちょっと暴走するからっていうのもあるんです。そうですね、まずですね、インディーズ、まあ、30分ちょっと あの短編、単独シネコン上映って前代未聞って聞きましたけど、前例がないんです。それを言い切るとなんか角が立つような気がするかもしれない。自分で言わないですよね。レアって言い方しておきましょう。ということでね、あの本当にね、夢のような感じで、こちらのしかもあの今年できてオープンされたんですよね、はい、あの東宝シネマズ池袋さんは、そこで私のめったにない主役の、映画が上映されるっていうのは夢のまた夢のようでした。で、主役どころかですね、こちらに来てる方はちょっと知ってる方がいまして、実はあの人間の役をやるのがあまりないという疫病神だったり悪魔だったりこの間鬼やったりそんな感じで、その主役をやった映画でですね、まあ、公式ではないんですけども、ちょうど1年前に、田辺弁慶映画祭っていうのがあって、まあ、大変あの公式では残念ながら無冠だったんですけど、まあ、連続してあちこちの映画祭でグランプリを取る中で、まあ、唯一の無冠だったんですけども裏でですね、あの審査員、裏審査員賞っていうのがありまして、そこであの生まれて初めて、まあ、十数年しか、あの52から俳優始めて十数年しかやってないんですけども、こういう俳優の賞をいただいたということでね、本当にあのこの映画がですね、自分にとって、すごいインパクトの、映画もインパクトありますけど、このここも、東宝シネマズ池袋さんを含めて、あの人生における強烈なインパクトをあの与えてくれて本当に嬉しく思ってます。以上です。ありがとうございます。それ以上話すまでヒヤヒヤしながら聞いてました。そうですね、いや本当に素晴らしい、感動しました。じゃあついこの間あの故郷にグランプリという素晴らしいものを飾ってきた渡辺理香子さん、お願いします。ぜひ、はい、思いの丈を。思いの丈、あの私この映画、その自分も何回も見ているうちに、この映画はあの夢をに向かって頑張ってる女の子の話じゃなくって、夢を初めて自覚した瞬間を切り取られてる映画だなと思って、でやっぱりこの初期衝動っていう人間が持った時って本当になんか美しいなと思って、で私今回この松尾監督のそのグラグラの初期衝動に、私歩くパワースポットって呼んでるんですけどそのね、それに乗っかったら2年前じゃ本当に想像もできない光景が今ここにあって、で本当に自分が大きなスクリーンで映し出されることはずっと夢だったし、それがましてや主役でこんな東宝の最高の設備の中で上映されて本当に嬉しいですし、なんかその今私たちがここに立ってることとグラグラの物語合わせてなんか感じ取っていただけたら嬉しいです。で、あの今年は本当にコロナで大変な時期でしたけど、その去年見るグラグラとまた今年見るグラグラが私の中でも感じ方が違って、なんかそのやっぱり今年コロナでなんて言うんだろうな、すごく選択の余地が狭まってきているなと思ってて、その中でこれを見るとすっごいゆずはね、片田舎ののんびりとしたところで目の前のことに悩んでいて、じじいのようなね酒屋のゴンゾーに背中を押されたりして、あ、なんかこれって今年見るとすごいいいな、なんか一種の願いだなと思いながら、私もあのたくさんの方に届けられていたら
嬉しいです。はい、以上です。じゃあ自分の方から、まあ、自分も、まあ、明日まだ一回登壇を控えてるので、その時にあの感動涙を誘うスピーチはするとし、今日はちょっとライトにちょっと嘘だけどライトに言うならば、ですね、自分はやっぱ今日後ろに初めて見たっていうのもありまして、やっぱり自分なんか好きで映画を作ってるわけで、もう映画が好きでたまらなくて映画を作ってて、で大学から同じ仲間でこう、あのおなじみの仲間で大好きなメンバーでこう映画を作って、好きなことしかやってないんですよ。全然何のね、いけない、あの苦労とかもしてないで、好きなことやっててここまでこんな素晴らしい環境、こんな多くのお客様に来てもらうなんて、だからその今日後ろで見てて映画泥棒が全然全然ってこうやってる、あれ興奮する、あれあの瞬間に自分が持ってた感情は、ああ幸せ者だって本当に思いまして、なんかすごく感慨深い気持ちになった6回目の今回の上映でした。本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございます。続きましてというか、あのもうすぐ時間がもう迫ってきてますので、いくつか、まあ、業務連絡的なねあのグッズの紹介をさせてください。ですね、まず1点、こちらパンフレットというかアートブックっていうに近いんですけど、今ツイッターとかで別名大赤字パンフレットという名前でちょっと通ってるんですけど、その理由といえば監督の自分で作ったパンフレットなんですけど、紙の材質やら何やるよこだわりすぎて、もう全部売れたところで大赤字なんですよ。もう本当にひどい商品で、こいつのせいで相当苦しめられてまして、でこれ今売店で700円で売ってまして、あのまだ多分在庫あるのかな、あると思うので、よろしかったら帰り際、そうですね、いろいろ制作秘話とか、なんかそういうなんかこんな経緯があってとかっていうのが書かれていますので、もし作品気に入っていただければ、そのいろいろそうですね、コメントとかいただいた多くの板尾さんとか、あの矢部太郎さんとか、上田慎一郎監督とか、いろんな方にコメントをいただいたのが全部フルで載ってますので、よろしかったらそちらの方チェックしていただければと、あの多分パンフレット触った瞬間に、あこれ赤字になるわって多分感じていただけると思うので、ぜひ手に取っていただければと思います。感じました、ありがとうございます早速お買い上げいただき、ですね、あとは T シャツですね、我々が今着ている白と黒2種類ありまして、サイズも M と L サイズがあるんですが、こちら残念ながらちょっと今劇場では販売しておりませんで、通販で販売は今してます。で、こちらグラフィティガフィティの配給をしてくださったギグリーボックスさんっていう配給会社があるんですが、そちらの方のサイトに通販コーナーみたいなのがありまして、そちらで全サイズ分今取り揃えてますので、こちら売り切れ次第終了になりますので、通販でもしあの気に入っていただけたら購入していただければと思います。2500円プラス送料です。あ、そうですね、2500円になりますね、はい、なのでぜひチェックしていただければと思います。あとそうですね、もしかしたらあの SNS とかで見てくださった方いるかもしれないですけど、今もうね、打倒鬼滅の刃ということで同じ商法に便乗してやろうと思ってすごい、ね、そう2日前に思いつき、あの来場者プレゼントをちょっと思いついて、ラスト3日間のみ日替わりで違うプレゼントを用意しようと決めたんですよ。で今日もこの後あの退場していただく際に長袖が横に開いてあって、そこに例のプレゼントが置いてあるんですが、一人一枚という言い方なんですけど、何があるかって言ったら、本日は、今回皆さん見てもらっていただいているのもネタバレ全開でも全然問題ない方々のはずなので、置いてあるのは自分が一番最初にパッてこの話を思いついて、バーってメモのようにこう一晩で書いて、その日のうちに渡辺龍香に LINE でひょって送ったんですね、そのこのグラフィティという映画を、その誤字脱字とかそのまんまの原型、いや全然実は違うんですよ、こんな物語じゃなかったっていう状況を A4 サイズにびっちり文字がブワーってあるのを、老眼の方はごめんなさいって感じなんですけどありますので、よろしかったらその会場の際に一人一枚持ってってください。で、まあ、あんまり露骨に SNS にそれは写真撮っておくやんないでくださいね、せっかくの特典なんでね、まあでもまあちょっとぐらい写すぐらい全然構わないんですけど、よろしかったら持って帰ってください。で、もちろんもうさっき宣言した通り3日間やるって決めちゃったんで、明日もあるんですよ。で、これから作るんですよ、それは。で、明日は何かって言ったら、シロさんという、その先ほど言ったようにグラフィティアーティストの方がいらっしゃる日なんですけど、それに、
合わせて、実はその Go for it って最後のでかい、グラフィティがあったと思うんですけど、あちら書いてる時に自分立ち合わせていただいてるんですよ、その現場に。でそれを実は映像で記録してたんですよ、自分 iPhone でいろんなアングルから、もう小賢しいぐらい作家性を出しながらこうやっていろんなアングルでいろいろ撮ってて、それだったのを思い出してつい先日、これ映像編集して皆さんに見られるようにできたらいいだろうな、タイミング的にも。なので明日の特典は QR コードみたいなものが多分机にフュッて置いてあって、それを読み取れば限定公開のその動画にたどり着いて、いかにあの Go for it っていう文字が浮き出てきたかっていう、その最初から最後までの経緯が見れる動画を皆さんにあのプレゼントできればなと思ってますので、もし明日お時間20時からです、同じくなんで、あのもし来られそうな方いらっしゃいましたら、もちろんその塩さんとの対談も自分は、まあ、自分も仲良くさせていただいてるんですけど、あのどうやって出会いがあってこのグラフィティというものが始まったかっていうところから、あのいろいろと思い出話させていただいて、で最終日なので、まあ、そういうところの思いも自分の方から語らせていただければと思いますので、もしお時間ありましたら、あの明日の20時からもいらしていただければ大変嬉しいです。じゃあちょっと時間がねあれなんで、一言ずつちょっと本当萩原さん手短にですよ、手短に最後に一言ずつあのお願いします。手短に、はい、本当にあの今日ね、萩原さんから、ね、はい、まあいいんですけど、萩原さんから順番がめちゃくちゃ、ね、どうぞ。あ、じゃあ私から、はい、そうですね、明日も見たくなるポイントその1、逃げるなってすごいいいシーンだけど、あれを書いてるゴンゾーの気持ちって どんな気持ちで書いたんだろうって想像できる余白があるグラフィティ、グラフィティで、花もあんまり描かれてないけど、あの付箋をどういう気持ちで書いてたんだろうとか、そういう目線で見るのもすごく面白いです。はい、もし明日もお時間があればぜひお待ちしております。ありがとうございました。はい、一言、はい、本当にね、あのローチ系っていうね、まあ、最後の狭き門の中をかいくぐって来ていただいて本当に感謝してます。ありがとうございました。はい、僕ちょうど来月出演の舞台の稽古今してるんですけど、その稽古場で、まあ、稽古でもその定期的に換気で稽古も止まるし、出演者もスタッフさんもみんな全員稽古場中の人間がマスクをしてるっていう結構異様な光景が毎日広がってて、本当にその今まではもう必死にお芝居だけを人向けにやってきましたけど、そのお芝居を作るっていうのが当たり前じゃないっていう状況を本当毎日感じる中で、で僕らが感じているってことは、皆さん見に来てくださる皆さんもこうやっていろいろ思うところがありながら足を運んでいただいていると思いますので、本当に今日この光景を目の前に、まあ、毎日ねこのいろんなお客さんが来てくれているっていう光景を本当に見ることができたこの1週間、本当に幸せでした。1週間ありがとうございます。明日ありますけども、僕は今日最後なので本当に1週間ありがとうございました。はい、じゃあ私も明日も見たくなるポイントに、さっきも音楽の話で言ったんですけど、そのメインのところだけじゃない、例えばゴンゾー、あ、ユズがチラシをこうニューヨークのやつを持っていて、こうシャッターの前を歩いていて、初めてゴンゾーにニューヨークがあって言われて、その後ユズが店内に入っていくところの、あの未知の世界に入っていくこのユズの、なんていうんですかね、ワクワクした気持ちと、プラスはあの知らないところに飛び込むその恐怖とかもちゃんと描かれていて、ちょっと今全然再現できないんですけど、あのよかったらぜひ明日確認してください。あの本日本当にありがとうございました。ありがとうございました。